配信してるです。こんばんは。どう？ちょっと暗く、だいぶ暗くなった。こんばんは。ありがとうございます。なんか最近配信するとき、公演終わりとかイベント終わりとか、なんかそのまんま してる感じが定着しちゃって、久しぶりにお家で配信してる気がするんですけど、なんかね、今日ね、なんていうの、自分の自己紹介みたいなのが流れますみたいなやつを設定してみたんですよ。アザラシ、それ流れてますか？なんか自分が設定したなんていう、何でも文章も書けるみたいなやつがあることに気づいてしてみたんだけど、みんなのとこにアザラシの絵文字は流れてるのかしら。あ、流れてる？イエーイ。何書こうかな、やんだ末のアザラシ。昨日かな、一昨日かな、なんか忘れたんですけど、なんか久しぶりにあのメールで絵文字でアザラシを使ったら、なんかアザラシって可愛いなと思って、ちょっと愛着が湧いてしまって、ただいまブーム2日目ぐらいです。何日続くんでしょうか。あ、固定はされてないんだ、ただ流れるだけなんだ。そういうことか。なんだ、固定されるのかと勝手に思ってました。こんばんは。そうなんですよ、先日のバレンタイン告白祭り2023でなんと花江がチョコをくれまして、ホワイトデーにお返し何かしようかなって思っております。めっちゃびっくりした。誰からももらえないんじゃないかと思ってた。花江が、くれて本当に嬉しかったです。こんばんは。やっほー、こんばんは、こんばんは。こんばんは。なんかね、髪の毛の色味的にね、紫をめっちゃ多めにしてもらったから、どうなんだろう、画面で見るのとちょっと色味が違うのか、ちょっとあんまりよく映ってないかもしれない。なんか聞いてください、ちょっと誰か聞いてほしいですけど。なんか今日突然なんか顎関節症っていうんですか、なんか口開けるとここが痛いみたいな、口ここだけ、右側だけ顎関節症になったっぽくて、多分顎関節症なんですけど、なんか顎関節症って私音鳴るやつだと思ってて、カプって、で音は鳴らないんですけど、今日なんかなんかここだけ口を開けるとき痛くて、あくびがなんか中途半端にしかできなくて、なんか音鳴らないんですよね私。なんか音鳴らないんだけど、口開けるときにここが、この顎のなんていうんですか、このここが痛くて、で調べたんですよ、顎関節症って突然なるのかなって調べたら、わかんないですよ、なんかネットの情報だと、なんか音が鳴る人もいるし、音がカクって音鳴らない人もいるし、なんか片方だけ急に痛くなる人もいるって、なんかあの突然なるらしいです顎関節症って。知らなかったでしょ、私も知らなかったんですけど、なんか調べたところ、音が鳴るだけじゃなくて、私は音鳴らないんですけど、開けるときにただただこっちのこの顎の開けるここが痛いみたいな感じなんですよね。全然大丈夫な範囲です、まだ。めっちゃ痛いわけじゃなくて、ただなんか痛いと思って、これは俗に言う顎関節症っていうのかと思って、なんか勝手になんか両方痛くなるんだと思ってたんですよ。
でなんか調べたところ、音が鳴る人もいるし鳴らない人もいるし、両顎の人もいるし片顎の人もいるだって。でも本当に今月だっけ、歯医者さん行ったんですよ私。今月歯医者さん普通に行って、定期検診みたいな普通に行って、その時とか全然顎関節症の話も何にもしてなくて、そう、顎関節症なんて無縁だと思ったんですけど、なんか急になりました、びっくり。2023年2月18日記念日。あ、別に歯医者さんの時は全然何もなかったんですけど、でもまた歯医者さんに行く機会があるので、その時に聞いてみようかなって思ってます。別に何かを食べ過ぎ、なんか顎を使いすぎたとかっていうわけじゃないんだけどね。そうらしい、突然なるみたいなので、みんなも気をつけてください。顎関節症だと思われる記念日。あ、そう、私顎関節症か分からんけど、あとね、肩のね関節は外せるんですよ。これはちっちゃい頃からなぜか外せる。あ、でもなんか私歯ぎしりとかしないと思ってたんですけど、なんか歯を食いしばってるみたいな、歯医者さんに参った時になんか歯を食いしばってる形跡がありますみたいな言われて、なんか私自分じゃ分かんないんですけど、多分なんだろうね、いつの間にか歯食いしばってるらしくて、いいって。それでなんか歯が食いしばられてる形跡がありますねみたいな言われて、そう、あんまり食いしばりすぎるようになっちゃうとマウスピースとかするらしいですよ。なんか寝てられてに歯とか食いしばってるのかな私と思って、みんなそうなのかな、気づいたら歯キッてやってるのかね、わかんないんですけど、それも全然知らなくて、多分みんな知らないうちに歯をギッてやってたりするらしいんですけど、それもあるのかな、わかんないけど、みんな気をつけてください。またなんか本当にあの恥ずかしいんですけど、なんかハプニングというか後々ハプニングだったなって思うことがあって、なんかちょっと硬いものを食べたんですよ。結構なんか結構、あ、このね今顎が痛いって言うと全く関係ないんですけど、ちょっと硬いものを食べたんですよ。そしたらなんかめちゃくちゃ硬いのがあって、骨かなみたいな、なんか丸ごと食べるっていうので噛んでたんですけど、なんかよく考えたらなんかんって思って、なんか歯が若干おかしいぞって思って、多分数ミリ単位か分かんないんですけど、若干多分歯かけたんですよね。それだからなんかね、多分そのなんか硬い何かも歯だったかもしれないなって思って、骨だったのかな、歯だったのかな、骨なのか歯なのかは分かんないんですけど、骨なのか歯なのか数ミリ単位のものを私は食べてしまったのかもしれない。なんか気づかなかったんですよね。だからついでにそれも歯医者さんに見てもらおうかなって。めちゃめちゃ困るぐらいかけたわけじゃないんですけど、かけたと思われる、自分で見えないから何とも言えないんですけど、なんか後々面白くなってきちゃって、え、あれ歯だったのかな骨だったのかなみたいな感じで食べちゃったかもしれない、自分の歯、なんなら噛み砕こうとしてたかもしれない自分の歯。
まあ全然いいんですけど、多分自分の体のものだからなんかあの私ちっちゃい頃に遠足中に歯が欠けたことがあって、急にあの それに引き続く謎案件でした、自分の中で。全然歯は痛くないです。痛かったらねすぐ歯医者さん行ってるんですけど。なのでこの顎関節症かもしれないっぽいやつと、その硬いものを噛んでなんかかけたかもしれないのを見てもらおうと思います。ちょっとわかんないですけど。あ、そう、親知らずも「親知らずありますか?」って聞こうと思ってて、そのまんま聞くの忘れちゃいました。でもないっぽい、あるんかな、ちょっとよくわかんないんで、それも今度聞けたら聞こうと思います。なんか私ちっちゃい頃は虫歯になってたんですよ、まだ子供っちの歯の時。でも私大人になってから虫歯にならなくなりまして、そう定期検診みたいなのにも行くけど、ありがたいですね、歯が強くなったんでしょうか。なんだろうね、歯が強くなったのか、勝手に強くなってくれてありがとう。こんばんは。にこんばんは。あ、今年の生誕祭のグッズが発売になりました。昨日からかな、昨日の夜から発売になって、アクリルスタンドと、いつもの T シャツ、あとマフラータオル、そして今年からトートバッグ、今年っていうか今月からトートバッグが発売になりました。デザイン見てくれましたか？超絶可愛くできちゃったんですよ。めっちゃ可愛くない？ちょっと自信作、自分で言うのもなんなんですけど、めっちゃ自信作でして、結構ね本当に何回もあのデザインのなんていうんですか、こう自分の描いたやつを色味とかさ、こういろいろプロの方に調節してもらうんですよ。こういう色にお願いしますとかっていうの、あと線の細さとか、なんか手がブレて描いてたのをちょっと綺麗にしてもらうとか、いろいろ手伝っていただくんですけど、何回もここしてみてもらえますかとかいろいろやって、 T シャツのカラーも何回か悩んで変えて、めっちゃ可愛くできました。なんかあれはね、アイボリーみたいな色、真っ白じゃない色、なんか多分こういう色だと思う、真っ白じゃない色、なんて言うんだろう、ちょっと温かみのある色の感じのはずです。めっちゃ可愛いです。普通に着れるし、トートバッグなんて普通に使える感じのデザインにしたので、ぜひ使ってあげてください。あとマフラータオルは生誕ティーとトートバッグはなんだろう、シンプルな感じにしたんですけど、マフラータオルだけはなんか急にパッてひらめいて、なんかワッペンあるじゃないですか、なんだろう、ワッペンっていうか、ワッペンって可愛いなって思い出して、なんならワッペン貼り付けたいと思ったけど、ワッペンは貼り付けられないので、なんかワッペン風のものにしてほしいなっていうのがあって、なんかこういろんな配置も全部やって、でなんか何がいいかなとか、これはここかな、ここかなとか考えて、ワッペン風にしてもらいました。なんか塗り方
もうなんかワッペンのあの刺繍の感じにしてもらったりとか、あとステッチをつけてもらったりとかして、可愛らしいアメリカンワッペンみたいな、なんて言えばいいんだろう、ちょっとレトロな、なんかレトロワッペンみたいな、可愛いじゃないですか。なんかそういうのにしたくて、マフラータオルはなんかレトロワッペンを目標に、なんかちょっと絵のタッチをやっていただいたりしたら、めっちゃワッペンになったでしょ。ワッペンだよね、ワッペンに見えるくない、すごくない、なんか私がこうしていただきたいっていうのをすべてね叶えてくださったこのワッペン感。すごくない、ワッペン、めっちゃワッペンじゃない、え、ワッペンですよね。なかなかさ、そうアメリカンのワッペンにしたかったんです、めっちゃ可愛いってめっちゃ自分でも思うんですけど、可愛くないですか。なんかちょっとなんかおもちゃ箱みたいな感じにしたかったんですよね。なんかパッと思いついて、なんとなく書いてたら、なんか最初あの頭の上にひよこさんを乗ってなかったんですけど、ガチャがひよこはって言ってくれて、確かにって思ってひよこちゃんを頭の上に乗っけてみたりとかして、なんかこのくまちゃんと、くまちゃんが主人公で、このひよこちゃんが相棒みたいな感じで、なんかこのくまちゃんが遊び散らかしたこのひよこのおもちゃと積み木みたいなイメージのおもちゃ箱感を出したくてお星様つけてみたりとか、なんかその車、なんだろう、ちょっとレトロな形の車を入れたりしたと、入れたりしてみて、なんかちょっとなんか散らかってる、散らかってる、いい散らかり方っていいんですかね、なんかいい散らかり方みたいな感じのにしました。かわいいですね、とてもお気に入りです。めっちゃこだわって、ワッペン風のそのアルファベットもなんかこのこういう感じの字体でみたいな感じをお願いして、あとこの数字もめっちゃ字体っていっぱいあるじゃないですか、それも絶対これでお願いしますみたいな感じで結構こだわってお願いさせていただきまして、とても最高に可愛い子になりました。車の色めっちゃ悩んだんですよ、なんかわ、なんか何色も可愛いなみたいな、青も可愛いなと思ったんですけど、やっぱ5青みたいな色にしちゃってたから、なんか端っこっていうんですか、なんかあの端っこも色つけたので、じゃあその色と合わせて緑でいいかなっていうので緑にしたら、あーもう可愛いこと、もう可愛らしくできて私はもう大満足です。ちなみにあのくまちゃんの横の積み木の方にあの25と M、 奈良美春の美春の M が入ってて、それもなんかちょっと落書きしたみたいな書き方にしてあるので、かわいらしいので見てみてください。なんか本当はね、なんかその文字もなんか綺麗にしようかなと思っちゃったんですけど、ちょっとなんか手書きの方がかわいいんじゃないっていう話になり、何回もいろいろやっていただきこうなりました。かわいい、 1,2,3 色、3色でこれはもう大優勝だと思ってます。なので、生誕 T シャツ、生誕のトートバッグ、生誕のマフラータオル、あとアクリルスタンドがありますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いいたします。こんばんは。なんかね、生誕グッズ本当にこだわっちゃって、結構ね毎年何回も何回もなんかこっちバージョンもお願いしていいですかとか、こういう感じで
お願いしますみたいな何回も言ってて、本当にもう大迷惑な人だなと思うんですけど、なんかわかんないけどなんか妥協したくなくて納得するまでうーんとか言いながらやっちゃう。なのでうまなんて言うんですか、もう大満足のものになりました。多分本物も超絶可愛いと思います。自信がある。こんばんは。よいしょ。今日ですももちゃんもゆきちゃんも花江も初日おめでとうございます。みんなめでたいね。こんばんは。アクスタも考え中。いや貴重ですよ、髪の毛短い私。だいぶ昔のように感じるけど、あれは貴重ですよ。もうあんな短くすることないですから、あれは貴重でございます。ぜひチェックしてみてください。一生25っていう数字はやってこないですからね。うん、貴重ですから。もう一回25来るときは35になってますから。25はもう1年に1度しか来ない、あ違う、人生で1度しか来ないですからね。貴重すぎますね。17歳で加入した子が25歳になるってどういうことですか。私も信じられません。数字の圧がすごいですよね。本当に困っちゃうって感じですけど、なんかそんな誕生日っていう感じもしなくてですね、あとちょっとで、ただただ目の前のことにひたすら食いついていくだけでございます。なんか24はもう微妙に圧あるけど、25って圧ありすぎでしょ。ドーンって感じするし、ちょっとねびっくりしちゃうよね。めっちゃ話変わるんだけどさ、大塚のななみのオレンジの髪の毛めっちゃ可愛くない？なんかなんていうの、期間限定みたいなこと言ってたけど、めっちゃ可愛くない？なんかあのカラーの色が似合うななみもすごいし、あのカラーに負けてないのがマジすごいし可愛い、めっちゃお気に入り。なんか自分も髪染めたので思い出したけどさ、すごい好きなんだよね。めっちゃ個人的な、なんていうの、意見っていうか、なんか実際 見たらさらに可愛すぎて、めっちゃ可愛い。しかもめっちゃ似合うよね。めっちゃ話変わった。今でめっちゃ何回言ったの。可愛いよね。あ、なるほどね。なんかオレンジの中のなんていうんだろう、綺麗な上品なオレンジみたいな、めっちゃ綺麗あの色。ね、かわいいよね。明日何話そうかと迷っております。もう迷んなくて大丈夫ですよ。本当にもうなんかね、ありがたいことにさ、オンラインおしゃべり会でもこうね、対面した時に何言うか忘れちゃったみたいな感じでね、なっちゃうっていう方もいらっしゃると思うんですけど、本当にあの何でも大丈夫です。本当にもう今日天気いいねでもいいですし、忘れちゃった本当にそのまま何か忘れちゃったでもいいし、なんかそんなドキドキせず
ドキドキするかなんかね、なんだろうな、こうギーって鳴らずに全然話してくれたら嬉しいですね。めっちゃ久しぶりに、前はツーショット会もあったけど、対面のお話し会は数年ぶりですよね。数年ぶりなのでとっても楽しみです。何年ぶり ?2 年ぶりとかかな、対面でただの、まあ、握手はないけどおしゃべり会、お話し会っていうのは。そうなんですよ、数年ぶりになるので、ただただ私は楽しみだし、明日グレールさんの洋服着ます。違うんですよ、あの自分の中で今話を作り上げちゃったんだけど、あのね、私ね、あの私がね、こうグレールさんのモデルさんをさせていただいたお洋服全部買ったと思ったんですよ自分で。そしたらあの千鳥柄のスカートの上の赤いニットをどんだけ探してもなくて、あれと思って買った気になってて、なんか購入したやつ見たら買えてなくてミスりました。でもまだ全然売ってるから買おうと思うんだけど、それだけ買えてなかったの。なんか他にもいろんなお洋服いっぱい買っちゃったから買ったと思って買えてなかったの、ショック。そう、でもあのニットも好きだから買おうかなと思うんですけど、明日は全身グレールさんコーデをしたいと思います。楽しみ。なんか買った気になっちゃう時ありません？なんかあのお気に入りとかしちゃったりとか、なんかカートに入れたと思ってたら入れてなかったとか、めっちゃそれあるあるなんですよ。しかもその時ちゃんと確認してるんですよ、これ買ったこれ買った、なんで忘れちゃうんですかね。ありますよね。本当に買い忘れてました、それだけ確認したら。こんばんは。めっちゃ買ったんですよ私、グレールさんでいろいろ買いました。だいぶ買った気になってた本当に。でもまたそれ一着だけ買うのもなと思って、またお洋服見てるじゃないですか。したら欲しいのいっぱいありすぎてさ、やばい、なんか次々次々買いたくなっちゃって、今ねニットとともになんか違うのも買おうと思って、春先に向けて、だからちょっとだいぶワクワクしております。よく楽しみ。あ、さっきコメントにあった緊張しない方法はですね、多分私にあの私もなんていうんですか、エブリデイ緊張人間なんですよ。そう、エブリデイ緊張人間なので、どうしたら緊張ほぐれるよとは言えないんですけど、まあ人間緊張したらなんか全身力ギュッて入っちゃうし、あの心臓も速くなっちゃうし、あの手も冷たくなっちゃうし、呼吸も浅くなるしと思うんですよ。だからといってなんかこうねえ、そのねうんってすることもできないし、なんか緊張もするよなみたいな、しか人間だもんって思って見ることですかね。緊張はねするもんですよ。まあね、まあ緊張しない人もいると思うんですけど、私は人間の中でもだいぶ何でも緊張する人なので、だいぶ心臓も鍛えられてる、鍛えられてると思います。勝手に体にも結構ずっと力が入ってる人なんで、そうギーってなってる人だから、緊張はねみんなしちゃうからね、私がしてることといえば、本番前に
背中叩いて気合を入れてもらう。でも私はステージ立つ場合だからな、なんとも言えないですが、あの背中叩いて気合を入れてもらうか、それか何個かあって、私の中でのなんか気を紛らわせる方法というか、自分にあの自己暗示というか、いけるよ、大丈夫大丈夫みたいな、大丈夫だよみたいなことを自分に言うか、あとなんかあのタブレットあるじゃないですか、あのスースーするやつとか甘いやつとか、あれを舐めるか、どう何か、あ、自分の好きな香水をつけるか、まあなんていうんですか、全部をやるか、なんか何個かずつやるか、まあそれぞれ違う、日によって違うんですけど、あの全身なんかババババーンって叩くか、本番出る前なんかいろいろやってます。なんか自分の中であの気、なんていうんだろう、なんか気を紛らわせる方法として、あとはメンバーとウェイってしたりとか、なんか喋ったりとかとかですかね。あんまり全然参考になりませんね。自分で自分の背中叩きます、痛くならないようにね。ガチはめっちゃ叩くの上手いんですよ。姉ちゃんサンキーのパーティークーン見たことありますよ、もちろん。初日だっけな、初日かその次かどれだったか忘れちゃったけど、実際に見に行きましたよ。うん、あったかいんだ東京。新潟もね、今日日が照ってる時はね、なんか歩いてるとちょっと暑いなと思うぐらい暖かかったです。でもなんかそれでなんて言うんですか、気を許していたら雨降ってきてヒュッてなりましたけどね。こんばんは。なんかね、土日があったかいっていう話を聞きました。明日何度なんだろう、もはや暑いのかに、とちょっと調べさせていただきます。あちゃ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 、え、明日19度もあるの、嘘、マジですか、マジですか、マジですか、明日19度もあるの、何回も言ってた、ほんとどうしよう、暑くない、私明日着ようとしてるもの暑い気がする。いや絶対暑いよね、いや絶対暑いよ、いや絶対暑いよね、いや絶対暑いよね。でも室内だからな、外だったら考えるけどな、室内だったら、大丈夫か、朝と夜がね寒いからね、そうなんですよね、朝と夜が寒いから薄着したら大変なんだよね。まあ室内だからね、ずっと外にいるんだったらあれですけど、大丈夫かなって思って信じます。だってまだ冬だもん。髪の毛のこのタバタバ感は雨で濡れたからではなくオイルです。雨で濡れてたらさすがに乾かしますよ。ごめんなさい、これはおしゃれでオイルでわざとこうしてます。そうなんですよ、なんかね
難しいよね。日中今日みたいにさ、日中暖かいとなんかちょっと勘違いしてあったかいからいいやって思っちゃうんですよね。私よくそれしちゃうんだけど、したらもう日が暮れたら当たり前になんていうんですか、寒くなっちゃうし。だから気をつけましょう。私はもう暖かい朝晩だってずっと室内にいるので、そういうイベントの時って、まあ、外イベント以外は一日中日が昇って日が暮れるまでは私の場合はずっと中にいるから、結局朝と晩の寒い時しか外の風を浴びないから、まあいいかなみたいな、あったかい方に合わせちゃおうかなみたいな、はい、感じで、はい、思っております。こんばんは。そう思っております。こんばんは。待って、私もう一個会話忘れてるかもしれない。今なんか急に思い出して、待って、赤いセーターだけじゃない気がしてきた。もう一個ぐらい会話忘れてる気がする。やばい、見よう、もう一回。なんか違うんですよ、なんか水色のニット着てたじゃないですか。あの色違いを買ったんですよ。あの触り心地が好きで、色違い買ったらなんか違う、色違い好きで色違い買ったんだけど、そしたら買おうとしてたものを忘れてて、そうだ2着買ってない私多分。あら、買わなきゃ、これは大至急買わなきゃ、頼まなきゃいけない。売り切れちゃったら買えない、やばい。思い出させてくれてありがとうございます。こんばんは。お仕事終わってきました、お疲れ様。こんばんは。あらら、丸取りアップさん見ました、ありがとうございます。皆さん丸取りアップさんで、あのミライファームラブさんのリンゴをプレゼントさせていただきました、いただい、丸取りアップさんでプレゼントがございますので、チェックしてくれましたか。送料無料、最高だよね。嬉しい嬉しい。髪の毛綺麗だね、ありがとうございます。今日染めてきました、トリートメントもしてもらって、髪の毛も綺麗にくるくるしてもらって、前髪も切ってもらって、髪の毛整えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。うん、こんばんは。またね、またね。すっごい突然話変わるんですけど、話聞いてくれますか。ずっと聞いてるよって突っ込まれそうなんだけど、カップ焼きそばってあるじゃないですか、インスタントの。突然食べたくなって、なんか久しぶりになんか食べたくなって食べたんですよ。で、皆さんはどこ派ですか。なんかめっちゃ地域性出るなって思ったんですよ。なんか地域性出るなって思って、なんか私の地元は青森県なんですけど、青森県は焼きそばのバゴーンがなんかいっぱいあったイメージで、で北海道に行くと焼きそば弁当じゃないですか。で、まあ UFO さんとかね、こうピヤングさんとかもいっぱいあるじゃないですか。私はあの青森にいた時はバゴーンさん、そしてあのわかめスープがついているらっしゃる。なんかそうなんです、なんか多分地域で売ってると
なんていうの、地域によって違うのかな。なんか新潟であんまり見なくて、皆さんどうですか。めっちゃこれ聞きたかったの。あ、一平ちゃん派の方もいらっしゃるですかね。なんかそこまであるけどさ、めっちゃ見なくない？わかんない、私が見ないだけなのかな。なんかね、不思議だったんですよね。あ、アザラシ、なんかね、多分なんか地方によってもなんかそのあるんじゃないかなって思って、めちゃくちゃ聞きたかったのこれ。あー、 UFO 派ね。あんまりイカ焼きそば、あー、やっぱ見ないっていう。なんかね、なんだっけな、なんか東北側がバゴーンさんが多くて、北海道とかが焼きそば弁当みたいなのなんか聞いたことがあって、確かになんかこっち来てからペヤングさんとか一平ちゃんとかイフォーとか見るけど、バゴーンさんはあんまり見ない気がして、これはやはり地域性なのかと思ってめちゃくちゃ気になったの。みんなそんな気にしたことないか、私だけがめっちゃ気になったの。急に気になって、なんかあるのかなそういうのって思ったけど、全然そんなことなかった。あ、焼きそば弁当ね、その東北、北海道のとか。ああ、そうなんだっていう話だけなんですけど、めっちゃ気になったんですよ、急になんか。そう、美味しいよね、なんか面白いよね。そりゃそうだけどさ、ソースの味も違うし、麺の太さも違うし、そう面白いよね。こんばんは。久しぶりに食べるさ、カップ麺の焼きそばってめっちゃ美味しくないですか。美味しいよね。あ、そうなんだ、福島宮城、やっぱ東北だ。そうなんだ、そうなんだ、やっぱ東北側なんだね。やっぱり青森はバッコーンさんが血を強いらしいでしょ。めっちゃ思ったの、実家の時もなんかそのバッコーンさん以外って食べたことがほぼなかった記憶があって、そう、ありがとう教えてくれた。そうなのよ、だからなんか地域のなんかあるんかなこれって思ったんで、 あるじゃないですか、なんかあのスープのだしとかさ、なんだろう、ポテチのだしだ、だし味なんていうんですかとかさ、いろいろあるじゃないですか地域で。だからそのなんていうんですか、そういう感じのノリでカップ麺界もそういうのあるのかなと思って、そう、美味しいよね、やっぱ東北側強いよね、思った、本当にそう、美味しかったです、ごちそうさまでした。美味しかったです。ちなみにちょっと待ってください、調べ物をします。
そうです、はい。昨日はあの昨日だっけ、あのそば部とそば部のみんながさ、どん兵衛さんの配信してたじゃないですか。で、あのどん兵衛さん食べたいなと思ったんですけど、私はすごい今カップ麺の焼きそばに惹かれてる時期でして、昨日は同じ日清さんのあの焼きそばの UFO を食べましたね昨日、はい。日清さんつながりということでお許しください。食べね、どん兵衛さんも食べますけど、もちろんどうしても焼きそば食べたくて、同じ日清さんつながりの UFO をいただきました。美味しかったです、ごちそうさまでした。ソースが濃いのがいいですよね、ちょっと太麺で。あれ全然 PR ではなく、ただのあの個人の食の話、美味しかったです。美味しかったです。はあ、あっという間に47分です。8時になったら終了します。メーカーさんがね違ったら申し訳ないから調べちゃった、昨日も調べたんだけど。焼きそば食べたくなった、胃袋同じ会話にしましょう。昨日は UFO さんで、今日はバックオームさんを食べました。なんで2日連続食べてるんだよって話なんですけど、本当は今日は食べない予定だったんですけど、焼きそばなんかバックオームさんを見つけたら、あ、え、売ってるんだと思って、私がなんか最近めっちゃいつも焼きそばのねカップラーメンを食べるってわけじゃないんだけど、急になんか久しぶりに食べたいなって思った時に、ちょうどそのねあんまり見つけられてなかったんです。だから見つけたらこりゃ食べなきゃあかんって思って、罪悪感のない5時ぐらいに食べました。もう夕飯終わりました。私美味しかったです、どちらも美味しかったです、ごちそうさまでした。幸せでした、美味しいよね。あー美味しかったな。カップラーメンね、なんだろう、みんなが食べる頻度が分かんないけど普通ぐらい思われますが好きです、美味しいし、美味しいよね。ごちそうさまでした。あ、お鍋はもう食べてますよ。お鍋はね最近もお鍋してました、一人で連日お鍋になっちゃうから、お鍋食べてますね。今日ねメンバーいろいろイベントしてて、いろんなとこにメンバーがいます。明日のオフラインおしゃべり会来てくれる方手挙げてください。そう、久しぶりに、うん、そうだ、あれこの間東京でしてたのは通称とかいこう、まあ、いい手の挙げ方です、皆さん素敵な手の挙げ方です、ありがとうございます。楽しみだね。ありがたいことに私は渡り鳥たちに空は見えないの、このシングル
フルブス参加させていただいておりますので、フルブスは本当すごく高年ぶりでございますので、とても楽しみでございます。よろしくお願いします。いやー、娘さんの受験、娘さん頑張ってください。ご家族も一緒に頑張ってください。明日は当日券ない、あにゃ。それは大事な件ですね。今ねあれですよね、おしゃべり会の受付してますよね、ちょうど確か。よいしょー、今ちょうど31時受付しております。3月25日の開催分の最終受付ってことは、私の25歳になって初のおしゃべり会の最終受付をしておりますね。20日の14時までとなっております。31時受付よろしくお願いいたします。当日券買えないらしいですよ明日。ないらしいです多分。ないのかな、コメント的にはないみたいですけど、調べましょうか。そんなね、嘘ついちゃいけないからね、調べますね。ピート、これかな、違いました。じゃん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 。オフライン会場個別おしゃべり会特典付き CD の現地販売はございません。ちゃんと渡り鳥たちに空は見えない、オフライン会場個別おしゃべり会東京会場の参加方法についてっていうのがお知らせでインフォメーションされておりますので、ぜひそこをチェックしていただいて、よろしくお願いいたします。ございませんだそうです。はい、ということで明日は当日券がないそうなのでということです。よろしくお願いします。ございませんだそうです。ツーショットの時はあったんだっけ、前のシングルアルバムの時なんか当日券あった気がするけど、今回はないみたいですので、なんていうんですか、当日券多分あるなっていう感じでねえ思っちゃうと、え、ないかーってなると思うのでお気をつけください。あと今おしゃべり会の受付と生誕祭のグッズの受付をしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。確かにね、もしツーショットの時に実際にお会いするイベントでこうなんていうんですか、変えてたからなみたいな思ってる方にいらっしゃるかもなので、ぜひインフォメーションを覗いてください。お願いします、要注意ですね。はい、
に大事ですから。確認。なんかね、昨日かな今日かな Wi-Fi の調子も悪くて、でね、電源一回抜いてみたら復活しました。よかった。配信途中でさ、なんかね、止まったりしたらどうしようと思ったんですけど、なんとか Wi-Fi もいい子にしてくれてて大丈夫でした。よかった。ということで、明日は一日直接対面でのおしゃべり会、お話し会なので、よろしくお願いいたします。明日会える方はお会いしましょう。あと20日までの間に申し込むと NGT48 メールが7周年を迎えさせていただきました。ありがとうございます。7日間メンバーのメールを購読できることになってますので、20日までの間にもし気になってたらメール取ってみてください。メンバーからメールが届けます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ということで、また明日ですね。会いましょう。お、明日よろしくね。なんかね、あったかいらしいですけどね、もしかしたら外出る頃には寒くなってるかも。なので温度調節できる格好がいいんじゃないかなと思われます。お気をつけて、会いましょう明日。ランキング読みます。13位ワンワンさん、12位ムモタアトピオさん、11位ヒロミッチさん、10位マキセさん、9位ハチアトコゲパンさん、8位イナポンアトピオさん、7位ケイアトピオさん、6位シロケンさん、5位ピョリンアトピオさん、4位ブーちゃんさん、3位がジズーさん、2位ユリカパパさん、1位がおててさんです。そうね、何かしら羽織る系のものいるかもしれないね。中あったかくても外寒いとか、外あったかくても中ちょっと寒かったり、わかんないですけど、なんか多分こうちょっとずつ温度調整できる方がいいんではないかなと思っております。わー、ありがとうございます。ピンクのボール、お星様とかギフトもありがとうございましたね。そのまま暖かくなってくれればいいけどね、この後ずっとね、春みたいにね。私は春が来るのをとても待っております。春を早く来、春を早く来ておくれと思ってる。暖かくなっておくれと思っておりますけど、はい、皆さんもいい夢見て、明日また会いましょう。おやすみなさい。またね。今日明日土日お休みの方は素敵な休日をお過ごしください。バイバーイ。本当にありがとうございました。